はい、えー、竹内です。こんにちは。ということで、えー、今年も、えー、外専門の外専門賞の予想の方をアップしたいと思います。予定よりね、思いっきり遅れてしまいましたが、えー、そうですね、今年も、今年もというか、まあ、海外のね、レースが、まあ、やけに調子がずっと、まあ、JRA の発売が始まってからいいので、 まあ予想して、まあどこまでね、いい調子ていけるかわからないんですが、まあ今回もちょっと予想していきたいなと思っております。あと、まあたくさんね、リクエストいただいたんで、えー、ありがとうございます。ということでやっていきたいと思います。えー、まず出馬表ですね。うん、スマホで見てる方はちょっと <laughs> かなりちっちゃくなって見にくいと思うのですが、えー、まあ馬番とゲート番が違うっていうところが、まああの、注意しなきゃいけないところです。はい。 で、えーまあ、馬版の方の順番で、えー、JRA のホームページにあるものを並べています。デ、えー、フォー、サルウィン、カプリ、えー、ウェイトゥーパリス、バルトガイスト、クロスオブスターズ、タリスマニック、ティベリアン。えー、で、クリンチャー。日本ですね。竹豊高ジョッキーが乗ります。で、えー、エネイブル。うん。 まぁ一番人気でしょう。えぇ、ー、ヌフボスク、パタスコイ、キューガーデンズ、スタディオブマン、ルイドール、ハンティングホーン、ネルソン、マジカル、c オブ・クラスということで、えー、登録があります。相変わらずね、オブライエンさんところの馬がいっぱいいたりとかしますし、まあジョッキーもね、そうそうたるメンバーですよね。うん。 いや、そうそうたるメンバーですよね。ほんとこう見ると素晴らしい。素晴らしいですね。まあ、この中にね、やっぱ竹歌がジョッキーがいて、ええー、0四千勝男ですよ。うん。ここにいるっていうのがなんかまたすごいなあという感じですね。レッドーリデ・デムーロ・ペリエムーは、うん。まあ、そうですね。まあ、武道、趣味の、まあ、まあ、まあ、あのー、本当にもう <laughs>、ね、彼らがもし全員日本に参戦したらね、日本のジョッキーが勝てなくなると。 いうような、えー、メンバーが、えー、揃っております。という感じですね。で、えー、もうシンプルに印はこんな感じでつ、えー、けました。本命、えー、C of Class。 で、え、太級ガーデンズで、エネイブル、タリスマニックで、珍しく日本馬に、日本の馬に印をね、打ってます。クリンチャーというような感じにしました。まあ、人気をか、あの、考慮してって感じですけどね、上位は。うん。やっぱまあ、エネイブル人気にどうしてもなりますし。 まあ、エネーブルから買うとね、えー、例えば、えー、本命エネーブル対抗 C オブクラスって,っていう馬券で印るし、5等もう打ってもね、えー、しょうがないっていうことで、まあ、こういう感じになっております。まあ、レースをいっぱい見ました。うん、まあまあ、例年通りですね。で、C オブクラス、まあ、3歳牝馬の構想が目立つ外戦紋賞ということで、うん、まあ、そこの期待もありますし、 そうですね。ヨークシャーオークス。うーん。ほんとね、結構見ましたね。見たっていうのはその、なんだろう、うこの馬の特徴動向とかっていうところからもう通り過ぎてですね、最後の直線のあの気持ちいいみたいなね、走り方。もう馬がなんかルンルンして走ってるような感じがすごく好きでしたね。あんまなんか、うん日本の馬からこれまであんまり感じたことがないような。 そういう、なんでしょうね。馬の声が聞こえてくるかのような、えー、走り方がちょっと、き、あの、見てて気持ちよかったんで、見てたんですけど、まあ、デビューもね、短、あの、今年したばっかですし。うんで、まあ、キャリアが少ないっていう不利な部分。ただ、その分ね、あの、伸びしろが大きいっていう武器の部分。うん、まあ、そっちの、後者の方のね、期待が大きいかな、という感じですね。で、まあ、追加登録して。 まあまあそことこの自信もあって出てきてるんじゃないかなというような印象です。まあ2番人気かなという思うんですけど。はい。まあこの馬をちょっと、えー、エネイブルの逆転候補として本命にしてみました。で、え Q、ー、ガーデンズ、うん、オブライン級者の馬ですね。パリ大商店勝って、セントレジャー勝って。えー、まあ内容もね、すごく、あのー、不思議なというか、まあセントレジャー、 えー、まあ、明らかに馬がですね、そんなに本気で走ってないと。<laughs> なんかまだまだ遊んで、遊びながら走ってるような感じでしたね。なんかふわふわもしてましたし。それなのにですね、伸びてきて差し切って、まあすごい、うーんこの馬がじゃあ,あ、そうですね、本気で走ったらじゃあどうなるんだっていう期待感。すごくそれは感じました。 単勝どれくらいつくんですかねうん。7倍から10倍ぐらいはついてくれるのでしょうかそれだったら単勝買いたいなと思いましたね、レースを見て。うん。で、まあ、これもまあエネーブルに逆転できる可能性があるんではないかということで、まあ、そうですね。えー、本命対抗をこの2頭で、えー、しようかなというところでございます。でも、さすがにこれより下の印にはできなかったエネーブル。 やっぱ強いですよね。もう本当に。うん。で、今年、まあ、あの、指導が遅れましたけどね。どうなることやらと思いましたが、えー、もう全然、まあ、勝っちゃって余裕でしたね。うん。まあ、勢いをつけて。うん、まあ本当に、なんだろうな。その、順調ではなかったはずなのに、そんだけの能力があって、えー、もう本当にいい状態なんだろうな、と。 いう感じではあるのですが、まあそれで確証ムードみたいになってるんですけど、前走はね、4等立てのレースだったんですよね。で、まあ見ててもなんか調教映像を見てるみたいなレースで、まあ最後はね、もちろんあのー、追って、息も上げさせてましたけど、 ただ、うんまあ、海外の競馬と日本じゃ違いますけどね、まあ、日本は4頭立てとかないですが、いやー、抜けた一番人気で休み明けを4頭立て使って叩いて、で別に叩き2戦目って別、ねあの、日本で言ったら成績は実は悪かったりする、うん、2層ボケも出ちゃうことが、その状況で一番人気でわざわざ頭で固定して買う、頭で固定するなら、固定して2、3点で収めるならまだしも、 こっからじゃあ生まれん買うかって言ったら、まあ変えるオッズではないと思うので、うん。そうですね。まあこのぐらいの印しかつけれないかなというところですね。えー、で、えー、まあ人気ないでしょう。穴候補でタリスマニック。うん。まあ昨年ね、えー、美タフ勝利してますが、えー、まあ今年もそっち行くんかなと。 で香港とかって感じかなと思ってたんですけど外注モーションに出てくるということでも、まあ、それだけね、えー、なんかちょっと手応えっていうか可能性を感じてるのかなっていうところは一つあってうん。 フォア賞をね差し切られちゃったんですけど、あのーまあ、差し切られたのはいいとしてうちにいたクロスオブスターズだと思うんですけどあれをねあ,のあれにも刺されるかなと思ったんですけど、まあ、合わせ馬の形になったら抜かせないっていうかすごくあの勝負根性があるなと思ったのでうん本当に展開位置取り、えー、ですね。えーまあ、上位の 上位争いする馬ですよね、最後直線の。その時にいいところにいて、合わせる形でいったら、まあ一緒についていけちゃうかなと。そういう流れになった時に、えー、ちょっと配当を上げてくれる、うん、候補として、えー、なんでしょう。うん、そうですね。えー、まあ期待感があるようなレースをしてくれるんじゃないかな。してくれたら、ちょっと配当的に面白くなるな、ということで、えー、まあ三角で入れました。 で、最後、クリンチャー、うん。まあ、そろそろ日本の馬ももう、ね、海外、あのー、競馬の馬券を JRA が売り出した時にね、最初2年間散々言いましたけど、2年間だっけえっと、まあ、日本の馬がどうせ売れるんで、他のところの強い馬買ってればプラスになるって言って、まあ、その通りプラスになってきたんですけど、まあ、そろそろもう、さすがにね、じゃあクリンチャーめっちゃ買うかって言ったら、まあ、めっちゃ買わんだろうというところでも、えー、なんか、まあ、 人気的にね、あの妙見出るんじゃないかなっていうところで入れたんですけど、うん、そうですね、えーまあ前奏に関してはさっぱりだったんですが、でさらに考えてみればね、あの名前は売れてますけど、G1 未勝利バーなんですよね。うん。じゃあ、勝ち切れるかっていうとやっぱ難しいと。うん、ただまあまあまあ、その竹歌騎手がまあ乗ってるっていうか、まあね、そのやっぱなんか、 本当にね、あのー、日本の競馬の平成っていうものをね、じゃあ振り返ったら、もう竹豊がいっぱい出てくる、竹豊が代表だって、そういうような人がやっぱ4戦勝達成して勢いに乗っていってるっていうことで、まあそういうとこの部分の気合の乗り方の期待感はね、あると。うん。で、まあ使われて良くなっていくタイプっていうところもありますし、まあ一番ね、一番ゲート引いたんですよね。うん、だからまあ先行して粘り込むっていう形で、まあこれであのー、 なんでしょうね。後ろ前下げて貯めるっていうことはないはずなんで、いくらなんでも。うん。なので、まあ、そういう形になったらちょっと楽しみも一つあるかなということで、まあ、まあ、5番手ですが入れておきました。はい。うん、で、まあ、馬券的にはそう、単勝ですね。まあ、c o ブクラスが何倍つくか4倍ぐらいついてくれたら嬉しいんですけど、<laughs> えっと、まあ、二頭単勝抑えて、まあ、生まれんからまあ流して、えー、そうですね。 えっと、生まれん、んああ、はいはい、何でもないですね。生まれんからね、えー、本命対抗から流して、馬田も流して、三連田もこんな感じで買おうかなという感じで、えー、考えておりますという感じですね。はい。 で、まあ、内容的にはね、あの、同じもの、えー、ブログにも、えー、載っけておきますので、まあまあまああのー、見たい人は見ていただければ嬉しいなと思っております。でね、またね、えー、またしても、えー、3日間開催、発動ということで <laughs>、またしてもというか、まあ、先週は変則ですよね。ただ、あれはもう気分的には4日間あったっていう気分なんで、えー、まあヘドヘドではありますが、まあ3日間んとかね、切り抜けて、えー、外線ももうやって、えー、中央もやって <laughs>、 行きたいいなと思いますあ台風がねちょっと怖いなっていう、まあ、進路が南寄りになればなるほど影響は出ちゃうかなっていうとこなんですけど、まあ、中止にはならんでしょうね、<laughs> まあ日本海側行くんで、うんただ、まあ天候がどうなるか、まあ、風も強く吹いちゃうんじゃないかなとか思いますし。うん あと、風が強い時ってね、僕、なるべくあの、なんか、あの、ちっこい馬買わないっていうか、ね、風の影響もあるみたいなんでね、ジョッキーに聞くと。うん。なんで、まあ、そういうところもちょっと考えながら、まあ、どん、どの程度風が吹くかわからないんですけど、うん。で、またその日本海側に出てから、ね、またあのー、まあ、東日本、あ、まあ、じゃあ、東北か。東北とかね、北海道の方に、 向かっってていくってまあ、その途中にもしかしたら低気圧に変わるかもしれないんですけどうーん、さっきね、また北海道で震度5弱ですか、ありまして、もう台風と雨とね地震で相当地盤もやっぱダメージを受けてると思うので、で北海道のやっぱ読者様もね結構多かったりするんですよね。読者さんであったり、まあ動画見てくださってる人。 なで、もとても心配なんですが、ほんと、ま、くれぐれもね、まあ、競馬も、あの、重要ではあるんですが、あのー、まずはね、身の安全とか、そういうところで、本当にあの、怪我なく、あのー、過ごして、で、これ、これから競馬がね、あの、競馬を楽しめるような状況って、多分、すぐに、あの、生まれると思いますんで、うん。まあ、無理せず。 し、えー、していいなと思います本本当日本各地でねこういう被害が、まあ、この平成最後駆け抜けるかのようにねやっぱ大地震があったりとか台風があったり本当大雨にしたってね僕らの子供の頃だってそれは夕立とかでバーって降ることはありましたけど逆にそういうのがなくってねあの要はゲリラ豪雨という1日もう猛烈に降りっぱなしみたいな。 ことが結構あって、まあな、僕名古屋ですけど、お隣のね、あの、岐阜なんかは結構今年ひどい雨がいっぱい降ったりしてますし、まあ大阪とかもそうですね。うーん。まあこういう豪雨、うん、まあもしかしたら名古屋であったね、あの、2001年か2000年か忘れましたけど、まあ911にあったね、あの、東海豪雨。うん あれぐらいからなんかこういうのが増えたなーっていう、まあ、東海豪雨が走りだったのかなみたいなところはあるんですけどね。あの時は僕も小島でね、えー、水に浸かりましてね、仕事の帰りに。えー、もう靴はね、あの、給料をえて買った靴がもう一日で死ぬという、<laughs> そんなこともちょっとあったりしたんですけど。ま、あそれ以降名古屋っていうのは本当になんか平和で、なのでなんかまあ、うーん。 ま、心配をね、各自の知り合いとか、まあ、読者さんの心配をする反面でも自分はあまり経験したことがないんでね、どの程度、あの、リアルなものを想像して心配できているかわかりませんが、え当、ー、ほんとね、そっと心配するぐらいしかできないので、えー、なんとなく申し訳ないなと思いつつも、えー、まあ、やるべきことをね、僕はやって、え行、ー、くしかないんだな、というところですね、はい。まあ、できればね、この外旋も当てて、 うん。一つなんかこの読者様たちへのなんかお、そのお見舞いになればね、ほんと嬉しいなというところで、えー、ございます。はい。まあ、そんなわけでもう今日金曜日なんでね、早速これをアップし終わったら作業の方、配信作業入りたいと思います。えー、お待ちの方は、えー、少々、えー、待っていてください。ということで、えー、竹内でした。さようなら。